はい、今回は、札をご紹介を主にしたいところですけど、その前に、メンバー紹介を、していきたいと思います。はい、こちらは、YouTube は、再び再度アップすることになるので、これから頑張っていきたいので、よろしくお願いします。はい、まず、こちら大橋さんですね。はい、新しい、YouTube 仲間ですね。はい、こちらが、メンバーの一人目です。はい、もう一人が、こちらにいますね。プーちゃんさんですね。プーちゃんさん、あ、熊野プーさんですね。熊野さんです、ね。はい、続いて、こちら側に行くと、デブさんですね。はい、で続いてこの上に乗っているパンダちゃんさんですね。はい、それで、今、動画を撮ってくれているのが、太郎さんです。こんにちは。そして私は、今司会しているトリックスターですね、前から。で、そしてもう一人部員が、もう一人メンバーがいて、チャーラさんという人がいますが、それは別の動画で、つなぎます。これが、はい、チャーラさんですね。はい、じゃあ筆箱の紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ここに置いておいて、はい、まず筆箱はね、僕が使ってるのはこれですね。これ Amazon でリンク貼っときますので、参考にしてください。はい、こちら、革でできてますね。はい、ちょっと小さめですね。でもこちらがちょうどいい感じです。はい、チャック開けましょう。この筆箱は、上に入れることもできます。上と下に、変えることができます。まず上の段からいきましょう。はい、まずこちら、ハサミですね。これは、先日親に買ってもらいました。ありがとうございます。はい、続いてこちらモノゼロですね。これ消しゴムですね。モノのこれの大きい方は太郎さんが持っていて、そっちの方が使いやすいです。これちょっと使いにくいですね。あ、でも使いやすいですね。はい、続いてこちら、蛍光灯。はい、こちらトンボの蛍光灯ですね。何がいいかというと、これね、先がここは潰れないようにこういうカバーがついてるんですね。はい、それが、いい感じですね。これね、こちらも細い方もあるんでいいですね。続いてこちらコンパス。名前は、正式名称は、ペンパスと言いますね。こちらのように、ペンとしても使えますし、コンパスとしても使えます。こちらは、重宝していきたいですね。持ち運びもしやすいしね。はい、いいです。続いてこれ、普通の定規ですね。アルミ定規も使っていたんですが、メモリが見える普通の定規の方がよろしいので、こちらにしました。はい、この段は終わりました。続いてこちらですね。まず、こちらスマッシュですね。スマッシュブラザーじゃありませんよ。はい、こちらは、すごく有名で、ちょっと変えてみましょうか。変えてみると、こちらね、本当に製図用のシャーペンね、スマッシュと言いますね。会社は、ペンテルですね。ペンテル。こちらは本当に Amazon の、2013年年間ランキングで1位を取ったペンですね。今も多分1位ですね、多分。はい。続いてこちら。変わりました。ステットラーですね。ステットラーの、92525の 0.3 ですね。これが本当にね、書きやすくて、ね、スラッスラスラッと何本でも書きます。ステッドラーはですね、また長くなるんですけど、飛ばしてください。嫌な人。ステッドラーは、いろいろありまして、僕はこちらも愛用しております。このステッドラーのアバンギャードという、この多機能ペンですね。こちら、昔ここに入れていました。はい、続いて、皆さん大好きなクルトガですね、クルトガ。クルトガ、これ、限定でもない普通の銀を買いました。これもね、はい、先が止まります。これは前回紹介したのでもういいと思います。続いて、オレンジですね。芯が折れないんです、これ。見てくださいね、これ。これ、芯出てませんね、今。でも、これでも、書くことができるんですね。このように。オレンジ。これ、本当に 0.2 の、芯が、専用のものが必要ですね。はい、こちらは、ペンテルですね。ペンテルはそのままですね。で、続いて下の段ですね。
ちら、アインシュタインの、ハード HB ですね、 0.5 のこちらを、いつも入れております。でこちら、グラフ線ですね。グラフ線はね、このようにこちらはね、この筆箱の中で1、2を争うぐらいいいシャーペンですね。はい、続いてこちら、はい、ロッドリング500 0.5 ですね。これはロッドリングは本当に有名でね、高いですけど、ロッドリングですね。太郎さんもこれ愛用してます、持ってますね、同じもの。はい、続いてこちら、ラミのサファリですね。サファリ動物園じゃありませんよ、サファリ、サファリで動物園で、はい、こちらラミのサファリですね。はい、サファリだ。で続いてこちら、ドクターグリップなんですけど、パイロットですね。パイロット会社が出てました。こちらは本当に、このオレンジと黒と、オレンジと黒というのか、アミアミのものを買いました。こちら本当に書きやすいですね。有名なテーマも一番あります。はい、続いてこちら、多機能ボールペンですね。多機能ボールペンは前回までこちらを使っていました。このジェットストリームというもので、ステッドラー使って、こちら今使っております。使います、まだ使ってませんね。でこれ赤です。赤、オレンジ、ゴールデン、イエローで、グリーン、ブルーと。じゃあまずこれは普通に全部書いていきましょうか。はい、こんな感じですね。この5色です。で、僕はこの5色をよく使うんですけど、特によく使うのが紫ですね。この紫は別で、この細いもので買いました。はい、こんな感じです。これと、もう1個買ったらね、大きいの方持ってないんでちっちゃいので、いいです。で、最後にこちら。普通のテープのりですね。はい。ペティットかな？そんな感じの名前です。こちらは、中身を交換することができるので便利で、そしてコンパクトなのでいいと思います。あ、紹介されてましたが、こちらが、コンパスの芯ですね。で、こちらが、消しゴム。普段は、よく物を使っていたんですが、こちらの今ハマってますね。このシャープ、この軽く消せる、アインシュタインかな、ペンテルのアインが一番最近いいです。はい、このような感じの動画になりました。これからもこのような感じでしていきますが、文具紹介は主に僕がしている、パズドラとかそういうゲームとかのゲームズ紹介は、太郎さんにしてもらいます。はい、そんな感じで今回は動画を終わらせていきます。ご視聴どうもありがとうございました。ではご視聴ありがとうございます。これからも頑張りますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。